この番組はホームゲームを中心に愛媛 FC の試合結果や活躍した選手、愛媛 FC のイベント案内などをお送りします。ファイト愛媛 FC ホームゲーム直前ドイーネッサンパークダリー。どうも愛媛 FC 営業部の土井壮介です。さあ今回一緒に番組を盛り上げてくれるのはこの3人の選手です。よろしくお願いします。11番深堀俊平です。お願いします。47番引田優斗です。お願いします。33番小川空です。お願いします。お願いします。まずは我々今1位です。はい、よっしゃ。しかもこの2人がゴールを決めてくれまして、まあちょっとその前にエキペディアもうずっとやってますけども、選手たちのウィキペディアを濃くしてより好きになってもらおうというような企画でございます。もう早速でも書きたいよね、ハットトリック。はい、そうっすね。 J リーグ、しかもキャリア初なんでしょ。そうです、そうです。 J リーグなので、はい、名を刻んだというのをウィキペディアに濃く書いてもらいたいですけど、はい、佐藤選手とね、はい、実はそうです、アカデミー時代に一緒にやってたっていう、はい、一緒にツートップ組んでやってました。いや、がっつりやってたってことで、はい、がっつり2年間ぐらいやってた。その感じまだやっぱ感じんの、2人にも練習でなんかあの2人、あの翼くんと美咲くんじゃないけど肌で感じ合ってんだみたいな。サッカーの時はサッカーの時あんま感じないですね。あんま感じない。もうサッカーの外は、うん、めっちゃ仲いいなって感じを。あ、やっぱり、はい、一緒にいる感じですね。まあご飯行ったりとかゴルフ行ったりとか、はい、正直じゃあちょっとめっちゃ嬉しかったです。愛媛入って佐藤くんいたっていう。オファーもらった時点で LINE とかして、どう、あ、愛媛どうみたいな、来いよって。いや、めっちゃ楽しんでるやん。めちゃくちゃ青春やん。じゃあ行くわ。じゃあ来いよ、じゃあ行くわみたいな。実はサポーターとも気づいてないんじゃないですかね、そういうところね。でもなんかさっき聞いたら、その佐藤くんのアシストでゴール決めたいみたいなとかはあんまり、まあ、その特別そんなことはないです。別に誰のでもいいからゴール決めたいぐらいいいボール来るなっていう感覚はある。あ、やっぱあんねや。あります、あります。うわ、最高力、分かってるやみたいな。1個あったんで、土のグラウンドでやってた時のやみたいな。土は地上でした。あ、地上がええとこやね。そうです。やっぱさすがよ、いい環境で育った。さすがアカデミー。そうだし、はい、ちょっと1個気になるのは、まあ、所属クラブ、名古屋グランパスの、まあ、中央18の前に小学校かな、これ、はい、サツキ FC、はい、で、ひらがなのサツキ FC っていうのがあるんです。これは、友達のおかんがスナックのママで、それは持ってたのは土井さんだけです。違う、全然違う。俺、小学校のクラブひらがなのサツキ FC って聞いたことないじゃん。ちょっと昭和みたいな気もしますあんねんけど、今言われたら確かにスナックのママがその子供らのために作り上げたサッカークラブで育った初の J リーガーじゃないの。じゃないじゃない。違うんだ。初の J リーガーであるけど、さつき幼稚園っていう。ああ、幼稚園の。幼稚園のみんなでやった。いや、だからそれは書いてないと、多分愛媛のサポーターの人らもう、あ、スナック育ちのママが作ったクラブ。スナックのママが作ったクラブではない。ではない。っていうのを書き込んでもらうっていうのも。絶対思ってる。まあでも佐藤選手との話はね、結構濃くウィキペディアにも書いていただきたいですし、はい、ちょっと2人から俊平は写真撮るときに決め顔がちゃんとあります。真面目よな。あ、そうだ。やらないっす。決め顔がある。やらないっす。一番最初にユニフォーム着て集合写真全員で撮るのあったよ。ほんと寒い中インスタでカメラみんな見てくださいって言ってるのに、深堀君だけこっちのカメラ見るってボケずっとやってたっていうの。やってたやってたから。いや、俺撮ってたもん、それを。そうそう、多分覚えてないと思うけど。覚えてない。俺なんか、俺が横で撮ってるのもなんかずっと俺の方見てて一人だけ怖い、ね、集合写真でみんなこうやってさ、真面目な顔と笑顔撮んのになんかこうやって一人だけこっち向いてて。マジか。そういう一面もあるという。やばいですね。お茶目ですね。お茶目な一面もあるっていうことで、まあこれからね、もう活躍しだしましたから、ぜひともちょっといろんな情報をね、はい、ぜひサポーターの方々書き込んでください。はい。7月29日土曜日は18時キックオフで松本山雅 FC と対戦します。前回アウェイで引き分けてますので、ホームで勝利する姿ぜひ皆さん見に来てください。せーの、ドリーネ。いや、こっち見てるやん。みんなで愛媛 FC を応援しよう。ファイト愛媛 FC。